ちゃおちゃお公約行動やっちゃおう。どうもやっちゃおです。はい、私やっちゃお晴れて荒野ネットワーク戦に選ばれたということで、本日の企画は1年半ぶりにゲリラに出場してみた、ここね、やっていきたいと思います。荒野行動のね、動画を上げるのが初めてなんで、何かと見づらい部分も多いと思いますけれども、温かい目でね、見守っていただければ嬉しいかなと思います。確かね、青ピンの位置に格分けあったはずなんだよな。そこめがけて飛んでいきましょうか。ゲリラってね、なんぞやって方もいらっしゃると思うので、簡単に説明すると、荒野行動のゲーム内で、毎日ね、開催されている賞金付きの大会ですね。相場がね、iTunes カードの1500円分かな。お金がかかってるんで、かなりね皆さんガチで難易度が高い内容となっております。ちょっと今かぶってたよね、迷彩。俺迷彩のさ、服着てる人たち結構ゲリラガチのイメージなんだよな。まあちょっと届かないけど、私ね高校時代陸上部だったんで、ここでも見せていきたいところ。いやまあね、高校2年から帰宅部で遊戯をやってたとはね、言えないんですけれども、さあ短距離勝負。僕のね服が初期好きでダサいってね言ったコメントは一切受け付けておりませんので、ちょっとまずくね。最短距離向こうの方が近いよね。いやー負けるか、これ相乗りするしかねえな。階級低く、うわ紫枕は大富豪や、怪我見逃してくれんのかな。ありがてえ。いやこの敗因はあれですね、僕が遊戯をやってたことですかね。それでは漁っていきましょう。ってことでね、着々と物資を漁ってるんですけど、まあ、セダンないと勝ち筋ないんでね、セダンを。いやマジ僕この集落で見つかるのマジで嫌なんですよね。まあもうあれじゃないですか、山上からバチバチに車線通るのと、見つかったらもうほぼ確実の死亡が待ってるんで、ちょっとバレたくねえなこれ。まあね、僕がワンピースで唯一尊敬しているね、イーストブルーでエースダダンと対峙したブルージャム海賊団の船長がね、戦場で勝ち残るのは強者と臆病者だけだと、言っておりましたんでね、それを踏まえて私は後者の、臆病者、チキンボーイやちゃおとしてね、ここはちょっと穏便に済ましたいところ。まあ、ちょっとまだね、物資が薄いんで、漁りつつ行きたいかな。んなことある？え、んなことある？いやまあそうだよ、ダメ跡取ったから詰めてくるわな。いやスナイパーもいるし、ちょっと待って、これがチャイスどけ。いや狙われてんだよな今、スナイパーの音したよね。いやちょっとここはもうあれっすね、回復入れて、んーまあもう撤退だなこれ。ってなわけでね、セダン探してるんですけど、おいお前マジ、みんな見てくれ、セダン発見。誰かシャカラしたっぽいな。マジか、やべえ、勝利の女神が俺に爆笑しやがる。僕のね、車のキーが初心ワンなんでワンチャン。クルリンパと上島竜兵もびっくりなクルリンパを決めて。いや、次のアンチ待ちましょうか、これは。はい、次のアンチは水耕で決まりましたね。トンネル下、発電所、もしくは水耕岩あたりかな。まあね、ちょっと考えつつ移動していきましょうか。動線ガバガバだったんですけど、なんとかかんとか。水耕着きましたね。どうし、いや、ちょっと俺の直感が発電所って言ってる。行ってみるか。お邪魔しまーす。いや、ここ取りたいけ、いや、違った違った、金輪際、己を信じることをやめました。やっちゃおと申します。もういいかな、水耕した無難に。車ね、保持したいんで、水耕した入っちゃうわ。うん、行くわ。ただいまー。いや、まあ、ちょっと車の確保が最優先ですよね。まあ、ここら辺置いとこ、いや、マジで言ってんの？ガチ野球史に一生。やばいね、これダメ肌取られてるから詰めてくるんちゃう？ちょっと、回復入れましょうか。いや、マジかよ！セダン確保するためにここ入ってきたのに。くっそ、でも、ありがたいことに詰めてきてないですね。いや、ここで同居すんのマジで意味ないんだけどな。いや、今ここね、ちょっと遮蔽物、ゲットできたんで、ちょっとワンチャン詰めてくることを願いつつ、まあ一応ね、向こうにも出口があるんで、どうしよっかな、これ。ちょっと悩みどころね。
これ頭ヘッドライン出てんのかな、顔でかくね俺。マジちょっと一回これ外そうかな。うん、そんな変わんねえわ、ごめんな疑って。かなりね長い時間ここ同居してるんですけど、相手の方動く気ないんで、まあここ勝負かけてセダン取り返したとしてもあれなんですよ、かなり耐久削られてるんで、これはちょっと裏口から出るという判断で、まあしゃあないな、こっから徒歩ムーブになったとしても、ちょっと裏から出る判断で行かせていただきたいと思います。いやなんかいいんだ、いやこれもう引けねえよこれ。いやもうこれは勝負ですね、やりましょう、ワンオンワン。なんとかここは勝ちたいところ。裏から詰めてくる恐れもありますからね。いや木どうしよっかな、木、え、これさ俺にとってむしろアドナ木じゃないか、これ多分木耐えて向こうも逃げる気でしょう。これ木逆に利用して僕ももう一回下がりましょうか。さっきのね開けた状態だと後ろに下がろうにも下がれなかったんで、逆にこの相手の木を利用してさっきの位置に戻らさせていただきます。いやあそこにいるのは想定外でしょ、よくあそこ撃たれなかったな。いやまた原点回帰ちょっと考えますね。考えたんですけど、そもそも今ここが安置街ということと、なんか今ってあれジャンプで詰めると足跡消せるみたいな話も聞いてたんで、この板挟み状態一番危ないじゃないですか。ちょっと詰めるか、あのオンボロセダンをダッシュするためにちょっと男やっちゃおう、詰めさせていただきます、行くぜ。あ、いない、あもういなくなってる。いやありがてえ、これいないゲーム。ちょっとそしたらこれセダンで車線切りつつ、次のアンチが決まるまではここで待機しましょうか。でいいかな、どこになるか。うわ離れたなアンチ。あ、お客様1名様入ります、いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございました。まあとりあえずあれだね、今倒した人の物資漁って、いやアンチガイムーブできるかなこれ。ちょっと物資調達行きましょうか。これはね、いやワンチャン今のがあれかな、さっきまで同居してた人かな、説あるよねこれ。まあちょっと物資漁らせていただきましょうか。うめー、物資も漁り終わったということで、まあ、若干ねアンチ離れてますから、行きましょうかこのオンボロセダンで。よいしょ、やばいな、あと数発食らったら燃えかすになんな。まあ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 、徒歩じゃね絶望的なんで、ガソリン入れて、そうだな、このアンチ状態的には、桶狭間あたり狙いに行くか。まあ、若干ね、回復が超えたんで、耐久しつつ、どっかポジ取れるところに滑り込むといった感じですかね。ドリンクも飲んでさ、準備万端。アンチ来ましたね。まあまあ、飲まれつ、運転が下手くそだけど、飲まれつつ行こうか。やばいね、煙出てきちゃったわ。どうやって出んだっけこれ、やばい、リアル脱出ゲーム始まってんだけど。ここ、あー、オッケーオッケーオッケー、外の景色見えたわ。さ、いやー、この出口出れないんけ、終わったー、今終わった音が聞こえたんだけど、俺だけ、みんなも聞こえてない、まだいけるかな。いやまあ、もともと僕1年半前までゲリラ勢でアンチ外耐久してたんですよ。なので一応できないことはないんですけど、アンチ外耐久ってそもそもあれじゃないですか、セダンあってこそ成り立つじゃないですか。いや久しぶりに過去の俺を信じるしかねえな、やるしかねえ。くっそ、俺の全身の細胞一つ一つが生きたいって叫んでるのに回復が足んねえ。まず、あー、俺以外にも自殺の音がした。いやもうこれなんなん、今もう今の荒野の子たちってみんな金持ちなん、オレンジ枕以上しかセダン見ないんだけど。くっそー、やばい、間に合わねえよもうこれ。うわ、止血入んなかったし、いや終わったー。ってことでね、2試合目早速やっていきましょう。
今ね、アンチナイスですね。アンチど真ん中に入っていく。まあ、さっきのね、1試合目がアンチ外で、やられてしまうんで、2試合連続さすがにアンチ外でやられるのはナイルじゃないですか。なのでね、アンチ寄りそうなこの六角に、ポジ取りして、なんとかアンチを寄せてったっていった形ですね。車来ましたね。これ、とつってくるか。さあ、これ、おら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 。いや、待って、当てすぎたか、あんな。これね、シングルゲリラにおいて、自分にヘイト向くことが一番やっちゃい、いや、ちょっと今、あれですね、後悔しますね。そこ降りられちゃったんで、若干自分にヘイト向きかねない。怖えな。いや、結構、来ましたね。いいんすよ、これで。自分ここにいるよーって言ってね、相手に当てる感じではなく、もう銃声だけ鳴らすっていうね。これでよかったよね。うん、痛い、やばい。ちょ、あんま、出すぎだな。そうなんよね。基本的にヘイト向くことしちゃダメだから、さっきのちょっとそこで降りられたのは僕の中で後悔残りますね。まあ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 、最終局面いけるかな。とりあえず、待機ですね。さあ、ゲリラも、いよいよ終盤戦残り11人ですね。アンチがさらに狭まっていく。いや、この狭いアンチにね、11人入るわけですから動き始めましたね、みんな。いや、こっからね、ほぼほぼノーカットで、このゲリラという大会の緊張感をお届けできればいいんじゃないかなと思っております。さあ、来た来た。これよな、やっぱゲリラと言ったら車だよな。いいんじゃないいいんじゃないこれだけやってれれば、もうこっち近寄ってこれないでしょ。ナイス。今のは僕的には OK だと思いますね。さあ、周りも確認していく。いや、結構ね、ちょっともうゴゴロの弾が100なんで、あんまり撃っていきたくないけれども、まあ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 、言うて最後ね、MP5、おっと、事故っていく。いや、まあ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 、えんちゃん。最後ね、この短期間銃の撃ち合いになってくると思うんで、まあ短期間銃の弾は結構ありますから、好き放題、これ六角からやらせていただきましょうか。ちょっとね、さっきあの車当てたんで若干ね気になりつつワンチャン落とせるんじゃないかと。ここでパンクを入れていく。もうあの車は終わりましたね。動かないんで、次の場所を、探していきましょう。さあ、81撃ってる人あれよな、多分岩裏あれよね、ワンチャン抜けるんちゃう。いや、足にしか当たんねえか。まあまあまあ、意識 OK ね、意識 OK。 いや、抜きたいよな。多分他の人もいや抜けやって多分思ってたと思うんですけど、次ね、今一応アンチ外れたんで、え、俺の取りたいとこ取られてんのか。でもこれヘッドラインあれですね、見えてるんで抜いていきましょう。 OK ナイス。いいですね、1キル目を取っていく。さあ、今のね場所が空いたことが完全に分かったんで、まあ、結構目もね11個ありますから、贅沢に耐えて、できるだけ車線を切れる状況を作り出して、あれなんですよね、ありがたいことにセダン捨てたつもりだったんですけど、誰からもヘイト買わなかったんですよね、これ。だから完璧なセダンを、先ほど、倒した場所に置いてと。さあ、最終局面アンチ取りを決めていく。いいですね。まあ、ちょっと誘爆しないようにセダン若干離して止めて、まあ、これ僕が自分でさっき撃ったんで、もう煙出てるんですよ。まあもういいかな、これ遮蔽組むんで燃やしちゃいましょうか。オッケー、完璧。さあ、遮蔽部族。いやー、その上な、さっきの人抜けなかったからワンチャン取るかもな。まあこれ、結構新品のセダンも活かしたいんで、地獄の判断にしたんですけど、今これ見てくださってる方の中でゲリラ勢、大会勢の方がいましたら、ここ地獄の判断ミスってる説ありますかね。ちょっとそこ僕ももう、かれこれ1年半のブランクあって、これ樹木じゃない方が良かったんかなーって今も思うんすけど、これどっちがいいんだろうなー。まあそうですね、今この時の僕の判断としては、ひたすら木をここに焚き続けて、セダンを守りつつ自分の姿も隠すといい。なん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 、親コードやめて、バグってるから。上なんて上がってないから、やめてやめて、立ち上がってないからやめて。いや、これ姿隠す感じで行ったんですけど、一応最後の最終アンチ残り5人まで入りましたね。さあ、あと4人倒せば賞金1500円ゲットのチャンス。さあ、どうなるか。近くの車が動き始めた。いや、待って、これ狂くさくない。いや、これ俺の目逆に使われたわ。まずいまずい、やばい、おあい、うわー、マジかー。ガチか、残り3人いたのに、マジかー。
いつかリベンジします。よろしかったらね、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。